そうだ。お見舞いの品はこれだ。と、商人取れるのは、大旅商人取れるのは、自分の豪華なカーのバッグから、綺麗なベールを2枚取り出しました。ベール用の布なのかなと思ったら、仕上がったベールなんですけど、落ちないようになってやる。キュッ キュッと絞ってあるから、巻くだけでいいんじゃなくて キュッと絞ってあれからはサマーの季節、みんなの心がはっきりするので、女性には何かとベールが必要です。もうそのようなお年頃でしょう。と、取れるのはベールを2枚借りたとアイルに差し出したんです。ありがとうございます。借りて驚きながら言いました。いや、お気に召すと思いますけど、自信はないですけど、つけてみてください。それと、汚れてもね、ベールは洗わないこと。またお会いしましょう。新しいの買ってください。古いベールで困ってたら、バーテンさんに預けといてください。いえ、ベールは洗うものじゃないんです。ちゃんと引き取ります。視線が刺さってるから、そのままで洗わず、洗っちゃダメですぞ。引き取ります。で、また新しいの差し上げます。じゃあ、お金はどうするんですか。アイデアがびっくりしていました。その手に取れるのはベールを乗せ、そしてベールの上からアイルの手にそっと口づけしました。は？アイルが驚きました。私、ただの鍛冶師の娘なんですけど。さようで。と、取れるのはさぞかしお父様お顔が広いでしょうな、と続け、長い話は今度にいたしましょう、と取れるのは東の旗声を出て行きました。お金払ったのかな。私たちがまた払うのか。ひょっとして、三つの分、僕たちが表されるの？その可能性がある。してやられた。どうしよう、と取れるの三の分も。なんかうまいこと言われては、私たちがお金払ってるんじゃない？